市場交通費のリエッセ、現行と職有限会社市場交通は、徳島県の阿波市を中心に営業する、貸切バスタクシー事業者、旧市町町に本社がある。もともとはタクシー会社であったが、路線バスの乗客減少に伴い、旧国鉄バスの市場町駅学駅間と、徳島バスの市場解名及び旧阿波町の途中の路線を引き継ぎ、路線を合わせる形で、 学駅改目、学駅途中の2路線を運行していたが、2018年2月末限りで、同じアーシ市場町内にある8枚交通に運行が引き継がれた。なお路線用の車両として、日野、DSC が使用されていた。市場交通の路線は、上記3系統を運行しているが、実際には、学駅市場境目、学駅市場途中という連続運行の形態を取っている。 1973年4月1日に市場町から委託を受けた旧道路運送法第21条による廃止代替バスとして許認可を得た。ダイヤは基本的に JR 徳島線に接続したものとなっている。2010年2月1日のダイヤ改正では学駅市場系統の一往復、学駅二股系統の一往復を廃止した。この改正以降、 全便が、阿波市による運行補助対象となっている。なお、八万交通に引き継がれた後も、基本的に系統は踏襲されている。市場交通時刻表資料1芝生運行路線の状況。ありがとうございます。